ちぎりで来いよ。鉄砲。異形の構えから放たれんとする。鉄砲極みの型。いわく。もし芝がガードしていなければ確実に頭が砕ける。人間にそんな技が出せるのか。反動です。反動？筋肉を超速移動させるあの技。スルーズの腸筋骸骨締め回しでかろうじて体の形を保っているじゃん。スルーズ、もっとだ。わかってるさ、スルーズ。でも裏切り続けてきた大好きな相撲をガチンコで取れるんだ。バカ、あんた本当にバカだね。とことん行くよ。へえ、いいもんしょってんじゃねえか。なんつったってよ、俺はインド深海の頭だからな。一体何を。世界を再創造せん。踊ろうぜ、燃え尽きるまで。史上最強の力士ライデン・タメーボ、インド深海最強の破壊士。わしが、俺が、あれ本当に死亡。いや、まるで別物。芝の攻撃を受ければ徐々に炭化して崩れてしまう。芝のあの技は最終奥義アートマン、命を無理やり刺激して燃焼。限界が近いな。負けんじゃねえぞ。誰だ、暴風神のルドラだ。スキシャ、なんだよこれ。相撲のため、全ての力士の思いを背負い戦う。多くの思いを背負い命を燃やしてきた男たちの戦いは、あと一発ってところか。来い。思う存分わしの相撲が取れた。砂粒ほどの悔いも残さず、このベルンドってやつを解除してくれ。私は一度惚れた男とは一生添い遂げるって。スルーズお姉様、
最後まで。膝をつかなかった。ライデン・タメーマ、お前のおかげで。ラグナロク、勝者はシマシ。勝ったとはいえ、腕三本失った上に最後も紙一重だったな。最後まで喧嘩、何でもありで戦っていれば、つまり相撲こそが芝を。横綱何やってんだてめえら。涙なんかで遅れんじゃねえ。相互はしたな。わしらが下向いていたら雷電たちが浮かばれん。力士たちの踏む思考、無類力士雷電タメーモンへの人口いい男にはいい連れがいるもんだ。誰のせいだよ相棒まるでガキだな。ずいぶんやられたの、芝。人間ってすげえな。それは紛れもない事実じゃ。僕、スルーズお姉様みたいに大きく強くなりたかったっす。一生添い遂げるって昔から決めてるのさ。幸せだったんすよね。でも、どうして。人類の始祖アダムはこう言いました。ヒルデお姉様。お姉様。最後の時まで決して動じぬと誓ったはずが、思っていたよりずっと。ここにおったのか。探したぞえ。のう。へえ、いい風じゃのう。それうまそうじゃの。わしにも一つ。で、何の用さ。お前さんの出番はまだ先のつもりだったんじゃが、そりゃ負けるのは嫌じゃからの。その意気込み。で、ありませんか。あなたはダージリンの香りを。さあ、神の三勝、そして人類の二勝。これほどの皮肉があるだろう。人類に引導を渡す次なる神がこの男だ。シャーン。あー、テスです。俺、人類側から出るんで。神が救わぬなら俺が救う。邪魔する神なら。